お船のフリーランス女子レディーオー。皆さんこんにちは。今日も始まりましたお船のフリーランス女子レディーオー。ラジオ沖縄ポッドキャストから全国に配信しております。この番組は沖縄で女性の自由で楽しく新しい働き方を実践しているフリーランスコミュニティお船沖縄フリーランスウィメンズネットワークによる女性の自分らしい生き方発見レディーオです。この番組のパーソナリティを務めますお船船長の少々です。副船長のしんこです。はい、今日の内容は、はい、今日の内容はお船に新しい運営メンバーが登場、メンバー支援部長とはです。お楽しみに。はい、それでは今日も始めていきましょう。お船、はい、ということでですね、今日のテーマはお船に新しい運営メンバーが登場、メンバー支援部長とはということでですね、はい、今日は、ラジオ沖縄のスタジオからお送りしております。久しぶりに、ね、久しぶりですね。はい、久しぶりですはい、ということでですね、今日は、ゲストをお迎えしています、新しい運営メンバーちーちゃんさんです。こんにちは。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということでですね、お船がこの2024年、初めの目標として、まあなんかこの運営のメンバーを、まあ、増やして、ちょっとこういろいろ業務分担してこう活発にしようみたいな話を、まあ以前多分やってると思うんですけど、まあその中でですね、まあ、私船長少々と副船長慎子と、2人で今までいろいろメインでやってきたのを、まあ、あの最近はあのパーソナリティとしても活躍中の、コミュニティ部長直子はい、もう本当にコミュニケーション能力のお化けですね。お化けですねはい、である、直子氏が、コミュニティ部長になってですね、コミュニケーションがこうだんだん取れるように活発になってきてるなっていうところで、ですね、実はもう一人あの増やしたいなって思っているあの手こを入れたい部分っていうのがありまして、そこがですね、メンバー支援部長、まあ、メンバー支援というところで、まあ、お船は結構今90名以上メンバーがいるんですけど、まあ、その中の多分半分くらいは、会社員でゆくゆくフリーランスになりたい人っていうところがあって、まあ、そこをもっとなんかこう手こう入れて、こうフリーランスになりたい皆さんが、まあ、スキルアップをしたり、まあ、何かこう勉強をして自信をつけて、さらに、まあ、会社を辞めてフリーランスになるぞっていうあの、まあ、やる気を出したり、まあ、実際にフリーランスとして仕事をこう一歩あの踏み出す後押しになるようなことをしたいなっていうのをずっと思っていて、そこでですね、増やしたいと思っていたのがそのメンバー支援部長っていうポジションでした。うん、で、まあ、メンバー支援部長は何をするかっていうと、まあ、あのフリーランス向け、フリーランスになりたい人向け、まあ、駆け出しの方向けのいろいろこう船内で講座をやっていこうと思っていて、まあ、そういうもののなんか運営をちょっと手伝ってもらうようなポジションだったり、まあ、あとはそのなんだろう、まあ、その頑張っていこうみんなでっていう、こう後押しをするようなことをしてほしいなっていう中で、ですね、もう適任と思われる方がですねあの、まあ、お船に入ってきて、もうこの人しかいないと思ってお願いして、うんうん、引き受けていただいた、まあ、今日のゲストのちーちゃんさんです。はい、はい、ということで、まあ、ちょっと今そこまで説明までしたんですけど、ちょっと待ってください、どこまで行った、ちょっと話を見失った
はい、まあ、そうですね、メンバー支援部長に新しく就任したちーちゃんさんなんですけど、なんとまだお船に入って多分1ヶ月も経っていない。そうなの。なぜここに私はいるんだっていう。キャーっていう、はい、そうなんですよ。もうほんとそのぐらいの感じで、もうほんと入ったばかりでメンバー CM 長を任せるということに。すごいですよね、この使命感。使命っていうのはこの刺すっていう、刺す、刺すの、はい、使命、使命感、はい、ちなみにこれ実は、はい、あのもうメール の、はい、あのお船に入りたいっていう、はい、あの希望のメールをいただいた時から、おや、これはこれはもしや責任ではないかと。もうすでに入る前からちょっと、ね、目をつけていた。目のつぼペペペって ベタベタだ。そうなんです。そうだったんですね、はい、知らなかった。そうなんです、はい、ありがたいというか、どうなんでしょうね、まあね、まだ入ったばかりなんで。そうですね、どうね、そうですね、まあでもそのやっぱりなんか入ったばっかりとか入ってで何年も経ってるとかっていうのは多分そんなに重要ではなくって、なんかやっぱりその、まあ、支援するっていう意味でやっぱこうその同じ目線でなんかこういうことをやった方がいいんじゃないかとか、こうああいう風にした方がもっとあのやる気が出るんじゃないかみたいなのを、多分私たちはそれを気づけないところがすごくあると思うんで、まあ、そこでやっぱりちーちゃんさんが入ったばっかりでなんか私はこう思ったっていうのがすごくあると、でそれを教えてくれるとなんかさらにいいものになるんじゃないかなっていう期待感も、うん、まさにそうなんですよ、うん、あのまさか私も運営チームに 入るとは思ってなかったんですけど、そうなんですよ、フリーランスを目指してるんですね、 それ、うん、そのためにお船に入ったんですけど、うん、そうだから、まあ、ある意味今、ね、お話ししてくださった通り、うん、フリーランスってドキドキワクワク、どうなればいいんだろう、どうやればいいんだろうみたいなところを一緒の目線で、うん、なんかそう皆さんと一緒にサポートもしながら一緒にこう目指していけたらなって思っているんですけど、はい、もう適任ですね、はい、はい。はい、と思ってるんですけど、はい、ということで今日はですね、そのちーちゃんさんのことをいろいろと、聞いてみようという、うん、会になっております。私たちもそんなに知らない。そう今日解禁の情報が満載でなんかえってなるかもしれないですけど、そう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 、まあまあそれはそうですね、うん、まあちょっと NG の話はちょっとそこは NG でってこう、そうね、あの一言言ってもそれ以上は深掘りしないということに。大丈夫か、もしかしたらね、この話聞いた後に、うん、ちょっとやっぱりメンバーチームと、うん、ちょっと今日の私の NG ワードはそう嫌われないように運営メンバーに、いやいやと、あ、間違ったって思われないようなことっていう、いやいや逆ですよね、私たちの方が。そうそうそう、ね、逆にね、そうそうそう、私たちの方がちょっとちょっと土足で踏み込まないように気をつけないといけない、ね、そうですね、はい、注意したいと思います。はい、ということでですね、じゃあちーちゃんさんの、まずじゃあお船に入った理由とか、はい、聞きたいです。そうですね、私はそうフリーランスを目指すってここのお船に入ったんですけど、子供がまだ小さくて3歳なんですけど、うん、育児もいっぱい楽しみながらやりたいで、仕事もやりたいみたいな、うん、こうあれもこれも欲張りな性格なんですけど、うん、それをやるには会社勤めはちょっと難しいなって思って、しみじみと、うん、フリーランスっていうのをね、いろいろ調べたらいいじゃんと思って、うん、でも会社員が長かったんですね、自分が、うん、もうスーツは着たくないって思ってるのもあって、うん、フリーランスの働き方はできもうね、理想的だなと思って、まあ、大変だと思うんですけど、うん、やりたいなと思って、でちょっと友人に相談してみたら、お船っていいとこあるよ、なんぞやと調べたらめっちゃいいじゃんみたいな。なんかそのね、お船少々さんが作ったんですけどね、うん、お船のコンセプトがすごくよくって共感しちゃって、でそれを見たらすぐもうエントリー、そのさっきのしたためたんですけど、それがね、はい、伝わったっていうか、そうそう、もうすでにもうすでにこれはもう本当にあのそう読み返してなくて、だーって、ね、読んでサイトをね、うんうん、で下にこう、あ、
なんかもう応募できるみたいな、うん、あじゃあそれ、うんうん、ポンポンポンみたいな感じでやっちゃったんですよね、うん、そしたら翌日なんかねあそうですねいただいて、うんうんはい、それが本当1ヶ月前なんでまさかその時にラジオに出るなんて思ってもいなかったし、まさか運営メンバーとしてバリバリ やっている1ヶ月後、ね、バリバリじゃないですけど ね、はい、もうすでにもうすでに、はい、めっちゃ頼りきりで、はい、ありがたい、はい、そう、まあ、今はそうですねそうフリーランスを目指しながら、コーヒー店でバイトしてる身なんですけれども、まあ、それはそれですごく楽しいところ で、うんはい、で営業職が15年以上あって、うん、で、まあ、そこがそれしかできないのでそのフリーランス営業をちょっと目指してみようかなっていうふうに思ってる、うんうん、職種としてはですね、うんうんうん、だからお船ってこうクリエイティブの集団みたいなイメージで、あですけどでも、うん、間口が広くて誰でもいいよみたいな、うん、そうですねフリーランスっていうのが、うん、あの共通項であれば、うん、どんな仕事でも来ていいよっていう風にオープンになってたので、うん、営業の私でも行けるかなって思って、ねうん、だからこれを聞いてる、ね、営業の皆さんぜひ育児に大変、まあ、仕事を辞めて何らかの理由で辞めて、はいフリーの方はぜひ一緒に営業も目指したいですよ、うんうん、そうですね、うんうんまあ、船なんか結構フリーの営業の方何名かいますね、いる、うんうん、まだちょっと1ヶ月半なのでまだ接触できてないんですけど、うんあのぜひバリバリやってらっしゃるお話ししたい、うん、どうやってね一人で営業してらっしゃるんだろうなっていうの、うんそうですね、そのコミュニティね返していっぱい情報もらえるのでその点でも良かったなって、うん、お船そうですよね、うんうん、フリーの携帯で働ける営業って本当どんな感じかなってうそういう情報って多分、うん、あんまり巷に溢れてないですよね、うん、営業はねちょっと最近ちょっとなんかこう増えてきてる、うんうん、フリーの営業さんねてるんですけど、うん、いやパイオニアそうですね確かになのであのそうそうそう、まあ、フリーの営業チームっていうか一応あのこう、まあ、部屋がスラック内にもあって、まあ、そこでいろいろ質問したりできるような環境も整えつつ、うんうん、まあ、なのでちーちゃんさんが、まあ、営業をやってみたいっていうことだったので、まあ、一応そういうチャンネルを作ってちーちゃんさんも入ってもらって、うんはい、もうちーちゃんさんがいつでもどうやってやってるんですかって聞けるそう、ね、はいお膳立てはバッチリできてます、はい、そうなもんで営業が長いので多分ね、うん、こう営業ってお世話役世話役好きというかおせっかいものなんで、うん、そういう意味でも、うん、サポート支援、はい、支援部長としてもちょっと発揮させていただけるかなと、はいはい、思っている次第です。そうですね、本当そうですね。でもね我々にはねもうできない、うん、そうですねできな い, いや、はい、できな い, きないどうだやってらっしゃるんですけどねもうすでになんか違うんですかもっと高みを目指す。そうですねもっとなんかもう少しこうやっぱメンバーの背中をこうポンって押してあげたいなっていうのはずっとあってんなんかこういろいろ案件は入ってくるけどその入ってきた案件に、うん、なかなかこうやりたいですって手を挙げられない人がたくさんいて、うんうん、でふって思いついた時に、うん、こう私もなんかあこの仕事はこの人できるんじゃないかなって思って、うん、こうパッて DM 送ったりするんですけどスラックで、うん、でそうするとなんかあすごい本当はやってみたいって思ってたけど、うん、私にはできないかもと思って手を挙げられなかったから、うん、とりあえずやってみるとか、うん、って言ってこう入ってきたりとかっていう、うんことが実際に何回かあって、うんうん、でも私もそこまでみんなにこう DM をしょっちゅう送ってもいられないところもあるので、うんうん、送りってあげれればいいんですけど、まあ、一人でそこまで手が回らないところもあるので、うん、なんか、うん、その辺を一緒に手伝ってくれる人がいればいいなっていう意味での、うんまあ、メンバー支援部長でも、はい、あったりするんですけど、はいまあ、今回はですね、まあ、ちーちゃんさんの、さらに反省とかね、うん聞いてみたいなとこれまでやってきたことなんかもちょっと聞いてみたいなと思うんですけど、一言でねこれまでやってきたこと言うならば、
飲んできた。営業っぽいでしょ。営業っぽいでしょ。そっか、営業はやっぱ飲むんですね。飲まないといけないんだ。ねえ、そう、なんかさ、お客様と一緒にこう仕事以外の付き合いも楽しくできてこその、うん、でもなんか昭和なんですけど年齢がバレちゃうけど、まあそうなんですよ。もう毎日飲めたら毎日飲みたいっていう、もう仕事もめっちゃ頑張る、飲みも頑張る、ね、っていう、そうなんですよ。そうなのか、そういう反省で表現していいのか分かんないんですけど、いやでもね、それでちゃんと仕事につながってるというか、まあ、それが仕事みたいな部分ももしかしたらね、あるかもしれないじゃないですか。そうですね、そう、まあそう、そういう職業とか 業界に憧れてて、大学時代に、なんで働いてた業界広告会社なんですけど、もうキラキラ華やかな、なんかちょっと有名人とも会えるのかなみたいな感じを、もうミーハーの満載な気分で入ってでも入ったら入ったら結構大変で、仕事は大変だったんですけど、まあまあ面白かったかなっていう、飲んでたかなっていうでも、はい、さん沖縄出身、そう沖縄出身です、松坂世代、松坂世代ですね、同い年だもんね。そうだからそう、松坂世代なんですよ我々は。そうそうそう、あれあまりピンときてない、あれあんまり変わらない、一個しか変わんないよね、松坂世代、松坂って何ですか、知らないの、横浜高校知らないの、わかんないですそう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 、野球だから全然わかんないです。そうそう、松坂選手がね、高校野球でもすごい頑張って、めっちゃ延長、何時間も延長して勝ったの伝説の確か変わらないですやっぱちょっと先輩たちの話にまたね、すいません未熟でちょっと待って、でもあれだからね、あの早生まれだからね、同じだと思うよ。そうなの、80、あ、言っちゃった80ですね、ですね早生まれだから一緒だからね、年は一緒だからね。いやでもほら学年がちょっと ね、ちょっと上なったらターガシージャカっていう話ですね、沖縄で言うターガシージャカっていう、そう、まあ普通に沖縄の子公立小学校出て、でもね、実はあのピアノをずっとやってたんですよ。おー、ね、少々さんこれ初めて言っちゃう、私はすごいで音高に行ってたんですよ。音高っていうと音楽高校、ピアノで、まさか、そう、すごい。でも高校時代あのすごい人がいっぱいいる、もう星のように星の数ほどいるなって思ったんで、もう挫折と同時に、フェードアウトしてピアノの世界からは、そうなんだ、そう、音大も行かず普通の大学に行って、そうか、こう広告会社の営業になったっていう、音楽業界からなぜか、はい、そういう感じで行きました。もったいな、いやだから最近また始めたいんですよね、音楽の、ちょっとピアノ買ったんで、え、お、ぜひ、なぜに今それはちょっと前にあの それこそあのコミュニティ部長の、あの直子さんが多趣味っていう話をしてて、あ、ね、あったね、そう、それにもう感化されてちょっとピアノなんかいいじゃないですか、あのたまにこう街のピアノとか、あ、誰でもピアノみたいな、はい、あれで弾けたらかっこいいなっていうのにちょっと憧れてて、ね、全く弾けないのにあの電子ピアノ買っちゃったんですよ。おいい、いい、じゃあ私が教えてさ、ぜひお願いしますいい、ね、弾きたい曲ありますか。あります、お、アラジンのアホルニューワールド、大好きなんですよ。いきなり結構シンコさんはちょいちょいやっぱ育ちの良さが出るよね、いろいろちょいちょい育ちの良さが出るんだよね、シンコさん。感じました、感じてた。良くないですけど、いやいや、もうあるある、本当にそう感じる、ちょいちょい出るピアノ教室お願いします、ちーちゃんピアノ教室、ちーちゃんピアノ教室、あ、これもフリーランスになりますよ、ね、おー、なるなる、ね、職業、お、いる、いけるんで、やったね。そう、そう、そういうね。そうですね。そう、そういうね。なるほど。やってましたよ。で、そして、まあ、あの広告代理店の営業をずっと、まあ、やられて、で、
まあ、結婚してそう平成ジャンプで平成ジャンプって分かります？結婚の昭和生まれが平成飛び越えて令和で結婚するっていうのを平成ジャンプっていうの初めて聞いた令和でそうかそう平成ジャンプだと思ったんですよ私令和で結婚したの最近結婚して、うん、3歳の息子をそうですねなので言っていいですかこれ新しい情報あいいですね言ってくださいまあ、育児が大変だっていうのもあって二日酔いになってられないっていうのもあって、うんそうね、今2024年1月からずっと禁酒しています、うん、まさかの飲んでないの今、そうなんでむくみが取れて声も通ってガラガラじゃないガラガラだったんですかじゃあ酒焼けってこといやでも本当に飲んでないんですよ、うん、でもそうだよねあの時代を振り返るとびっくりするんですけど、うん、え一滴も一滴も飲んでないんだ本当にそうなんだいつ飲むかっていうねまたスタートする時が大変ですよこれ、うん、なんでそんなに飲まなきゃいいじゃん2杯ぐらいにすぎゃ私のあこれダメだから多分ね、うん、あの子供いないけど分かんないんですけど、うん、あの15年飲んできたっていうのはすごい共感できるんで、うん、多分ねあのちょっと飲むってできないできないあ飲むなよなんだすごい分かってくれるそうなんだゼロか100かのゼロか100そうなんだそうなんですよそっかたしなむって何ですかねそうなんだ、はい、そっかたしなめないなめないですねそうたしなめなくてそっかもうゼロか100なのね全力で全力で飲みたいそうだからもし解禁するならばお船のメンバーとお船会で全力でなんか講座の打ち上げとかであそう、ね、なんかいいですね。あいいね。一個成し遂げた後にっていう。そうだね、どうなんですか、ねうん、このここに染み渡る何がいいですかね最初に飲むのは。あやっぱあのわかんないテキーラビールかテキーラテキーラあいきなりいいですよいいですよ、はい、美味しいテキーラをねはいあのします、はい、ご用意してもらってはいぜひあのこの大事だと思うんです15年分のね。この酒のパワーをね思い出して体にあこうだったっていうのね細胞がまた風がカーンってねすいませんこんな話ばっかりなんかそれが反省らしいんでもう酒で語れる反省みたいなよかったいやすごいそうですねまあそうやって営業をしてきたあの、まあ、ちーちゃんさんなんですけどやっぱなんかあの営業をしてきたっていうのもすごいあれですねこの支援部長に当てた理由の一つでもありますね、はいうんうん、やっぱなんかこのなんだろう営業の人がお船は欲しいってずっと思ってたんですよ、うん、なんかこの営業ができる人が、うんまあ、業務の管理もできる営業だとやっぱ業務の管理もできるので今それがもうかなり手が足りない状況なので、うんうんまあ、なんかそれができる人がさらにいるといいなっていうのもあって、うんはい、もう本当に良かったね、うん、よかった、うん、力添えになんていうのこういうの、うん、力になる一助になれるようにいやもう十分すでに、はい、頑張り、はい、十分です、はい、気持ちの面ではねもうすごい今軽くなってるんで、うんかなりもういろんなことに本当手が回るようになってるしね、うんうん私もねいろいろ他のコマコマしたことを進められるようにやっており今まで作れなかったものとかなんか最近手をつけてるのでありがとうございます、はい、なんか自己肯定感上がる感じの言葉をいただけたはい、そうですね、まあ、これからさらにフリーランスとしてガンガン稼いでいくちーちゃんさんなんですけどねあの、まあ、一緒にあのお船を支えていく、運営メンバーとしても一緒に頑張っていきたいっていうことで、意気込みなどをじゃあ最後に伺いたいと思いますそうですね、はい、意気込みはありますよあるんですけど今はもう本当にそうですね、皆さんに追いつくのに必死なところが正直なところあるんですけれども、まあ、仕事のスピードとかね、うん、なんですが一人でもね多くの楽しいフリーランスライフを送れる方を出していくっていうんですか一緒にこう、うん、輩出していけたらなっていうふうに思います、はい、それはもうねそれぞれ人それぞれの
あの目指すところが夢が叶う、うん、お助けてお手伝いですね、うん、できたらなって思います。そうですね、今たくさんいますもんね、目指して頑張っていこうと考えている方が一人でも多く実際のフリーランスで活躍できる、うん、そうですね、自分の理想の働き方を、うん、こう手に入れられるように、うんうん、あとはもう100人近くいる皆さんだから、うん、何でもできますよね。何でもできますよね。もうアイデアがどんどん出てきて、うん、私追いつかないっていう、そういう状況でもあるのえこういうこともできるんじゃないっていう、うん、だからすごく楽しみだし、それにジョインしてる自分もラッキーだなーって思ってます。嬉しいです。はい、うん、ありがたいね。ありがたいですねはい、ということで、あのあれですね、ちーちゃんさんも今後あのお船のフリーランス女子レディオにまた定期的にパーソナリティとして、そうですね、出ていただきますので、うん、はい、よろしくお願いします。お楽しみということで、楽しみで、うん、はい、飲みながら、飲みながら、いいですね。さらにあのちーちゃんさんのあのことが、うん、これから明らかに、そうですね。なんか今日ね、すごい今もう、そうですね、きっと面白い方っていうのは多分伝わってるので、うんうん、伝わってるので、うん、さらにいろんなことが明らかに、はい、なっていくと思いますので。はい、よろしくお願いします。じゃあ、ちーちゃんさん、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。私たちパーソナリティやフリーランスとして働く女性に聞いてみたいこと、お仕事について、子育てについて、プライベートについて、お船について、どんなことでもぜひお便り、ご感想をお寄せいただけたら嬉しいです。お便りの宛先はお船アットマーク r-okinawa.co.jp、 もしくはツイッターハッシュタグお船のレディーよ、お船は小文字で O-F-N-E でつぶやいてください。どしどしお待ちしております。またお船は各種 SNS やブログで情報発信しています。ブログはお船のホームページ URL お船 .net から。 SNS のアカウントはインスタグラムもツイッターもお船アンダーバー沖縄です。ぜひフォローをよろしくお願いいたします。